こんにちは、宮原自動車営業のふたです。本日ご紹介する車は平成9年式の三菱 GTO になります。平成9年式ということで、この辺はもう後期型になります。後期型のツインターボですね。グレードは GTO ツインターボになります。リトラの時とか、中期型までついてたのかな、あのアクティブエアロっていうのがついてたんですけど、ここにリップスポイラーが出てきて、リアのスポイラーの角度も変わるというような、アイテムがあったんですけど、もうこの方からはもうないタイプの GTO になります。エンジンは 6G72 型のV6 3リッターのツインターボということになります。で、横ね、ホイールはあのリペア済みの GTO のホイールをつけてます。タイヤサイズが前後23545ZR の17をつけてまして、タイヤはですね、レーシングドライバーの木下さんがアンバサダーをやってる東洋タイヤのプロクセスというブランドの R1R というスポーツカー向けですねのタイヤをつけてます。結構なかなか走りに振ったタイヤなんじゃないかなというふうに思います。あと GTO としてはオプションになるんですけど、その GTO の横デカールですね、 V62970cc、 あとツインターボ、あとあの前期のやつはあのトルクが 42.5 だったと思うんですけど、これはあの後期なんで、トルクがちょっと上がって 43.5kgm というのを、2500回転という比較的低回転であの発生するんで、直線とか加速はいいんじゃないかなというふうに思います。商売柄いろんな車乗るんですけど、あまり小回りは効かないというイメージの車です。フロントの時にもちょっと話しましたけど、もともとアクティブエアロっていうのがついてて、ここにあのちょっと細工があってギアスポの角度が変わるというような機能があったんですけど、こちらはもう固定式のギアスポということになってます。マフラーはあの純正の4本出しということになってます。こちらも一緒ですね。デカールがしっかり貼ってあるんで、好みの分かれるところでしょうけど、このエンジンすごいんだっていうアピールになっていいんじゃないかなというふうに思います。三菱あるあるなんですけど、これ後期型なんで、温度の設定はつまみダイヤル式で、あと単色液晶ですねがついて、ランエボとかでもうちも経験したんですけど、この単色のこの液晶が消えてるっていうことがよくあるんですけど、これちょっと映りいいかな、これちゃんと映ってます。それとオイル量ですね、ブースト、水温、あと時計ですね。ちょっと回してみたいと思います。V6 なかなか滑らかな感じで回ってるんじゃないでしょうか。あとですね、背もたれの腰のところと両サイドのサポートですね、ここであの調整ができるようになってます。あともちろんミッションは確かゲトラック製だったと思うんですけど、6速ミッションということになってます。あとはオーディオも純正ですね。ちょっとエンジンルーム見てみたいと思います。これが 6G72 型の3リッターの V6 DOH のツインターボということですね。 V 型も高 V ですね、高じゃなくて高 V になってます。で、元々のあのこれベースがあのディアマンテをベースにして、FF ベースというのもあって、やっぱこういうレイアウトになってるんじゃないかなということみたいです。ここら辺もあの結晶塗装して綺麗にしてますんで、エンジンルームも綺麗に仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。この後あのいつものように走行シーンとスライドショーがありますので、最後までご視聴いただければなと思います。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。